はい、どうも、ウェブサイトチャンネルです。今日は一緒に学んでいきましょう。今日もですね。はい。今回はね、こちらなんですよ。まあ、ワードプレスのちょっとですね、コメントで質問が来てたもののね、答えますという内容になってまして、まあ、メタ情報を消す方法ってね、以前やったんですよ。メタ情報ってワードプレスにあるやつは何っていうのとね、これを消す方法をやりますよっていうのをやったんですけども、だからですね、最新版でしてほしいというふうなね、内容のコメントとかが来ててですね、まあまあちょっと、見てみようかなと。ね、まあ、特に変わりはないんじゃないかななんて思ってるんですけども、まあ、変わりがあるかどうかは別として、ね、最新版のワードプレス入れたばっかの状態でやってみようというのが今回の内容です。なので、まとめると、ね、メタ情報を消す方法とメタ情報って何っていう風な内容をやっていきたいなというふうに思います。はい。ではですね、ダッシュボード。これですね、今ね、ちょうどね、入れたばっかです。入れたばっかりのワードプレス。ね、最新版になってるかな？最新版になってるか見ますね。お？まずね、このダッシュボードの更新情報を見て、まあ 5.8、ね、になってますので、OK ですね。これが今ので最新版だと思います。2021年7月28日現在の最新版、ね、5.8 っていうバージョンになっております。で、ここでですね、まあ、どこにあるんだろうな。メタ情報。メタインフォとはここに書いてるけどな。ちょっとテーマ変えてみますね。テーマ変えてみて。見てみましょうか。でね、その時やったのが、ライトニングっていうテーマを使ってやったんですよ。だから、まあ、ちょっとその状況もね、合わせておこうかなと思うので。そうですね。ライトニングっていうテーマですね。検索したら出てくる。まあ結構人気テーマとかも有名テーマというかですね。そういったテーマです。今インストール中ですね。OK。インストール終わりました。はい。でですね、今インストールが終わって中身を見た状態がこれですね。これ。ね、ハローワールドっていう風なね、状態が出てます。じゃあ、これで、メタネーム見てみますけど、ないですよね。メタ情報。もう、そうか、それで言ってたのかな。最新版だとメタ情報っていうのがなかったんでしょうね。はい。もしかしたら今、メタ情報はデフォルトでは出てこないような設定になってるんじゃないかなというようなね、気がしてます。いつもね、あれをね、一生懸命消してたりとか、あれがね、ずっと残ってるみたいなね、状態があったので、あれって言ってもわかんないですよね。今回の動画から見た方は。ちょっとメタネームっていうのを使ってみましょうか。サイドバー共通上部に対して、あったメタ情報。ああ、なるほどね。こういうことなのか。まあ、ちょっとですね。で、以前までのワードプレスだと出てこないじゃん。サイドバーがないんだ。そうか。場所変えよう。サイドバーと共通情報の、これ！こういうね、メタ情報って言うんですけど、この情報がデフォルトでワードプレスはね、入ってたんですよ。ね。で、それが、これ移動させたいな。ね。このメタ情報が、デフォルトで入ってたんですが、それを、があると困るということでですね。あんまりよろしくないということで。あ、やっと移動できた。ね。ちょっと待ってくださいね。サイドバーに入らなかったので、フッター上部かなんかに入れてみましょうか。これでね、出てくるんじゃないかなと思います。あ、更新しなきゃいけなくなってるんだ。はぁ、知らなかったな。これ、こういう情報がね、あったんですよ。まあ、サイドバーとかに入ってたんですけども。で、これはすごくまあ有意義ではあるんですけども、ずっと言えじゃないですか。ずっとこのログアウト、ログイン情報とか、サイトの情報っていう管理者のための情報が、ね、ホームページの中に載ってるのって嫌じゃないですか。ただね、そのままブログをね、ずっと書いてる方も多くて、ね、そのうち消した方がいいですよっていう説明してたんですよ。ね、ただ、
やっぱりでもログイン情報、要はですね、ログイン場所をね、自分で忘れてたらね、これがあると、これがないと困るじゃないですか。ね。なので、そのログイン情報をちゃんと分かる状態にしてくださいと、まず。で、分かる状態にさえすれば、その後はもうこれね、消しちゃっていいですよっていう風な内容で言ってました。で、それを消す方法っていうのをやってたんですよ。ね。で、消す方法をやってたんですけども、最新版で今見てみたら、消すも何もですね、デフォルトで入ってないようになってました。なのでですね、今ちょっとわざわざ出しました。わざわざ。ただ、デフォルトで、よいしょ。見てみると、ここにね、ここにじゃないわ。入れ方やっときますね。デフォルトでないので、まあ消してくださいって言ってるぐらいだから、別に出す必要はないんですけども、もし出したかったら、ね、もし出したい人は、今度逆に、もう飛行機が飛んでますね。出したい人は逆にここね、サイドバーとかに入れたかったらサイドバーのところを押してプラスを押して全てを表示を押してメタ情報、メタ情報、これメタ情報を押して入れてあげたらね、普通にこういう風に入りますので、それで入れてあげたらいいと思います。そしてですね、まあ、以前のですね、動画を見た方で、消し方がわからないってね、思われて困ってる方がいるとしたら、安心してください。ね、やっとこさですよ。ね、ワードプレス側がデフォルトでなしにしたんじゃないかなと、今見る限り。ね、ワードプレス側でね、なしに、まあ、どっちでもいいです。どっちにしろなしになってたら、OK なので、それでいいんじゃないかなというふうに思います。そしてですね、このウィジェットエリアのね、やり方が変わってますよね、これね。これすごい変わってるなって今びっくりしました。これテーマ側の問題なのかな？テーマちょっとデフォルトにしてみて、デフォルトでウィジェット見てみたら、ああ、それでも変わってるな。形がね、フッターとこういう風に。おお、変わってる。はい。ウィジェットの使い方もなんか変わってるので、これもね、またやりますよ。ね。で、今回は更新しなきゃいけなくなってる。以前のはね、しなくてよかったんですけども、ちょっと変わってますので、またこれもね、次回、時間見てですね、やりたいなというふうには思っております。ということで、今回は、まあ、質問に答えてみましたということで、最新版で教えてください。何のことなんだろうと思ってたんですけども、まあまあまあ、僕の方が間違ってましたね。最新、さあ間違ってた。うん。最新版で見てみたら、メタ情報というのはもうなくなってましたので、安心して使っていただければいいんじゃないかなというふうに思います。はい。ということで、まあ、簡単な自己紹介ね、興味がある方はどうぞ。それでは本日も良い一日をお過ごしください。ありがとうございました。いいなと思った方はグッドボタンやチャンネル登録いただけたらなというふうに思います。またですね、概要欄にも参考された情報を載せていますので、合わせてご覧ください。では、ここまでです。